はいどうも、ミニスタの初瀬くんとレンガとシカです。今日はですね、オートドローというサイトを使って遊んでいきます。オートドローって何？説明しよう。オートドローとは Google が開発した AI をイラストで保管してくれるシステムである。で、オートドローって何？説明しよう。何回やんねん。何？長いし繰り返すし。簡単に説明しますと、じゃあ例えば王冠を描いてみると、うん、AI が王冠にしてくれる綺麗なイラストの。で今回は好きなお題を描いて、でそれをこの AI が変換してくれたイラストに変えます。で変えた絵を残り2人に見せて、元のお題が何だったかを当ててもらうっていう。なるほどね。やっていこう。何書こうかな。悩むよねこういうのって、うん、でも難しいもんじゃないと分かってくれるもんな。逆にまあ難しくても分かるけどね。うん、そうよ。誰が？ん？オートドローさんが？オートハツセくんが。オートハツセくんが。ああ、オートハツセくんとオートレンガくん。僕ら AI で動いてるからやっぱ。ああ、うん、そうだよ。 AI やったよ、うん、基本ね。そう、 AI に人間一の神秘的ユニットだよ。ミスターは知らなかったの？俺だけめっちゃ薄味ちゃう。ただの人間俳句かけ。近くにあるもん書こうかな。近く何があるんだろう。虎の剥製とかかな。豪邸の人いる。あと何があったっけ。この前シカ君の家行った時何あった。あとなんか貼り付けられた人間と。サイコパス。言うなってそれだけは。あーそうだ、これあーやべ、これそうか、動画になるな。やべやべやべ。ちなみにかけてんけど、これです。え、これもうそのまんまじゃないの。違います。え、答えていい。ソファー。違う。いやソファーじゃん。え、違う違う違う。あ、分かった。パソコン。あー違う。あ、分かった。トースター。あ、違う。足生えてる。だって分かった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 。はいはいはい。これ変形合体する途中のロボットの胴体。いや、なんで家の中にそんなあんねん。そうか、家の中の書いたのか。コンセント。コンセントじゃない。もっとね、身近なもの。1日1回は使うと思う。使う。使ったことない人おらんのんちゃうかな。いや、でも世界中ではないな。日本の人やったら使ったことある。でも世界の人でも大体は使ったことある。コンソーとかの国とかは使ってないかな。なんかちょっと難しいこと言うのやめて。うん、え、難しい。え、今の難しかった、ごめんな。うん、日本語で喋って。日本語やろが。なんだ。最初から最後まで日本語やったやろ。え、なにこれ。ティッシュ。え、え、正解。ティッシュ。普通にびっくりしちゃいました。これティッシュ。ティッシュなんだこれ。これティッシュ。ダメ元で言ったもん。ティッシュって。いやでも面白いな。うん、じゃあ二人もやってみようか。俺はもうすぐ変えちゃうよ。シカ君だいぶ時間かかってたのに。何書こうか全然決めてなかったから。何これ何これ。え、まあ、橋やんな。違うよ。いや、これはこれは橋じゃん。いや違うって。レインボーブリッジ。違うって。身近にある。まあまあまあ、海外でもあるね。海外でもある。日本にももちろんある。田舎にはちょっとしかないけど、駅前とかには結構あるね。これ見るよく。改札。違うね。電柱。違うね。あ、確かに、うん、仲良しな電柱。駅前結構いる。高校生たちがよく行くかな。え、スタバ。スタバ。違うよ。あ、マック。マック。正解。って嘘やろ。マックの M の字。なんでそれを書こうと思った。どこチョイスしとんねん。え、元の M はどれ。元の M。元の M あるよ。してよこれね。もう。これマックの M か。上なんか膨らんでない。マックの M。 フランシスコザビエルの顎の部分で見たことあるよ。そうやね。僕ほどやっぱ感受性が豊かなら、まあ分かっちゃうから、ね、そう。ちょっと俺才能なかったかな。最後は最後。いやでもうますぎるから一瞬で分かっちゃうけど。いい。ええよええよ。僕も身近にあるのちゃちゃっと書こうかな。あ、オッケーオッケー。はい。うん、簡単じゃんこんなの。お家に焚き火あるの。焚き火あるんじゃないの。違うよ。え、家の中にあったんやろ。家の中にあった。自分の部屋の中にある。もう自分の部屋の中にあった。どこの家にも絶対一つはある。焚き火が。いやだから焚き火じゃないって。何言ってんの。これだよこれ。ないよ。スマートフォン。違う違う、全然違う。電子機器じゃない。うん、そんなん使わない。今使っとるやん。それは使うだろ。オートドローどうやってやってんの。片手で使うものかな。片手で。片手で使う。ハサミ。お、正解。嘘じゃん。嘘じゃん。違うよ。だって刃先いっぱいあるよこんなん。で元を貼ろうか。うん。
元がこれふざけてるやろこれ。これ肉食の花みたいなやつや。いやいやハサミでしょ。ブラックパックンやんこれ。食虫植物よ。動画見てくれてありがとう。次回の動画も見逃さないようにチャンネル登録よろしくね。高評価コメントも待ってるよ。またねー。